れだ、聞きたいことがあったんですよ。うむ。兄上に質問があります。よかろう、許可しよう。兄上の死生観を聞きたいんですよ。そうね、はい、まず私はね、不老不死なのでね、うんうん、死ぬことはないんだけどね。ああ、じゃあどういう、うん、死ねるならどういう死に方がしたいみたいな理想はありますか？理想はあるね。もう週末、もう地球最後の日、ああ、でかい隕石落ちてきて、もう終わりだよみたいな時にね、もう終わりだよ。そう、もうだからもう髪型はもう全部モヒカンとかにしてね、肩トゲトゲにしてね、もうマッドマックスみたいな、キャーッって街に駆り出して、でも隕石が落ちてくるところに突っ込んで、うわーボーン爆発して死ぬ。それでソウルソサイティに行って隊長になって終わる。続いてるじゃないですか。そう、終わらないんだ私は。で、永遠に輪廻転生していくというわけですね。永遠無限、そう、それが花畑ジャイカ。さすが兄上、私たちが広い観点を持ってる。うん、死にたくなることなんて一度もないね。無限の命を持っているが、面白すぎる人生この世界は。そう、かっけえ。なあ、おもちーな、お前はどう思う？おもちーなだよ。おもちーな言えるのか、お前は。どこで取ったんだ、その音質。悲鳴は悲鳴。今、悲鳴はつけたのに。ちょっと絶命したかもしれない。大丈夫。